さあ続きまして、2月、はい、2月は新型コロナウイルスの世界パンデミックが始まって、はい、うん、まあ2月に入ってからだよね、急変してきた、うんうんうん、あそこからやっぱりちょっとそのコロナの影響もあって僕たちの生活にも多少なりと影響が出てきた2月でしたけども、うん、まあ、僕らの生活面として急激にその変化するっていうね、うん、ことはなく、まあ、平穏な毎日をまだまだ2月の間は過ごしてたね。で今もそうなんだけど、まあ、この4月の18日の時点でもまだね湯沢町って感染者は出てなくて、うん、そういう意味で、まあ、人口8000人の、ね、小さな町なのでやっぱりこっちほどそんなにこう怖いっていう意識は生まれなかったかな。そうね、深刻ではない、うん、あとはやっぱり全然密集してるところが少ないから、そうなの、人に会わないからね、そもそもね、そうそうそう、歩いてたところで、だからそういう意味では本当にちょっと平和ボケしてたっていうか、うん、まあね、ちょっとね、うんうん、意識は薄かった、まだ2月はね、うん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 、そんな感じだったかな。まあ、2月、まあ、一番大きな変化を作ってくれたのはそのきら星っていうね、地元のママさんがね起業した、うんうん、人材系の会社があるんだよね、まあ、移住促進とかもね進めてる、移住促進とか進めていて、それで、うん、コワーキングスペースをね、そう、やってらっしゃる、うん、伊藤彩さんっていうお母さんママさんにね、うんうん、と出会って、うん、で彼女の提案で天然パーマご飯会やりましょうよってさ、声かけてもらって、そこのスペースを使って夜ご飯をみんなで食べようっていうイベントを企画してもらったんだよね。そうそうそう。でそこでまあ初めて僕たち天然パーマファミリーって一体何者なんだということを皆さんに自己紹介ができるような場を作ってもらえて、まあそれがあったことで一気にその地域の人たちと交流するきっかけをね作ってもらえたっていうのが、うん、もう、うん、一番の出来事だったよね。そうだね、うん、いや実はね池さんをすごい気になってる人たくさんいるよっていう話を初めて知ってね。初めて聞いて、そう、天然パーマって実は結構湯沢じゃメジャーだよっていうことを結構知られてるよっていうふうになって、うん、いやもうやりましょうって彼女が言ってくれたおかげで、うん、すぐもう日取りも決めて、うん、でその日の夜にはさイベントページ立ててくれてさ、うん、で当日は、まあ、子供も含めて40人ぐらい参加してくれたので、うん、子供たちも一気にこうまたさらにね交流が増えたし、まあ、我々大人たちがすごくこうたくさんの人たちと、うん、つながるきっかけをもらえたことで、うんうんうん、そこから生活がまたね、うん、大きく変わったもんね。そうだね、うん、でなんかそこに集まってる人とかも、うん、うちら結構もともと湯沢にずっと住んでる人なのかなって思いきや、なんかそのね本当に子どもたちのスキースノーボードのために自分たちももちろん好きだし、それで移住してきましたとか、あと戻ってきた夫婦とかね、そうそうっていう人たちもいるし、うん、1年間だけ住んでますっていう人もいて、そう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 、なんかみんな同じじゃんみたいな感じで、うんうん、一気にこう親近感が湧いて、うんうん、なんかこう距離がねぐっと縮まったっていうのは、そうだね、うん、大きかったかもしれない。 そ, う、ね、そこからさ、ね、町でもさらに声がかけられるようになったりとか、うん、やっぱり自分たちの認知度が上がったっていうか、うんうんうん、たくさんの人にさらに知ってもらえるようになって、うん、会話が増えたよね、その日常の中に町の人たちと。そう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 、やっぱ2月って言えば一番メモリアルだったのはこれだね。そうだね、うん、ご飯会をやらせてもらえたってことで、うん、地域の人たちのつながりができたっていうことだったと思います。次ね、2月って、結構長野県にさ、うん、スキーで遠征に行ったんだよね。そうだね、連休もあったし、そうだね、うん、そうずっとうちらはもうお正月から湯沢でしか滑ってなかったから、うんうんうん、1ヶ月間そう、もうこんな機会じゃないとなかなか行けない、こうちょっとね長野のスキー場行こうかなんて話をして、うん、車中泊の旅を2回ぐらいやったよね。そう、マダラを野沢温泉、うん、戸隠、うん、竜王、そう行ったよね。行った。そこで今回湯沢町に住んで俺が初めて知った、うん、めちゃくちゃ大きいメリット、うん、湯沢町から野沢温泉とかマダラオとか、うん、あのエリアって、うん、なんと下道で1時間半から2時間で到着できちゃう。そう、近かった。近かった。これね、住んでみないと、うん、そのアクセスの仕方って絶対知ることはなかったよね。そうだね。塩沢ってところから山を一つ越えて十日町の方に向かうんだよね、うん、そっから
長野にアプローチできるっていうやり方を知ったら、高速使わないで、うん、2時間足らずで、うん、あの豪雪地帯の山に到着できるっていう、うん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 、これも湯沢町に住んだからこそ気づいた大きなメリット、うん、我々スキーファミリーとしてはね、うん、スキーヤーファミリーとしてはあのエリアにこんなに簡単にアクセスできるんだっていう。日帰りで行けちゃうよね。日帰りで行けるんだよ、うん、なんならね泊まらなくてよかったよね、うん、多分都心から行くと4時間ぐらいかかる、まあ、5時間ぐらいは俺見るよ余裕を見て、うん、だけどその湯沢からこう十日町経由で行く場合はうちらはマンションにいてご飯も食べて、うん、お風呂も入って、うん、で遅い時はね夜9時とかにマンション出て、うん、で11時にはスキー場着いて車中泊してもう朝一からパウダーとかっていうのが、うん、結構もう普通にできてたから本当ね、うん、あのルートを知れたっていうのもこれ湯沢町に住んだ大きな、うんまあ、僕たちにとってみるとね、うんうんうん、すごく大きなメリットだった。そうだね、うん、でその途中にある松の山温泉っていうね日本三大薬湯の一つ、ね、これが俺は気に入ってこのシーズンだけで4回行ったもん一人でも行ってたし松の山温泉だけに行くっていうこともできたしねそうそうそうなかなかねあのたどり着きにくい人なんだけど、ね、そこですら、まあ、1時間弱で行けるっていうのもね、うん、これまた湯沢町に住んで知ったメリットだったね。そうそう、うん、で、そういう意味ではその2月ってスキー場がさ軒並み毎週イベントをねやってくれてたんだよね。あ、そう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 。なんか湯沢町に限っては、うん、毎週末花火大会をやってて、うん、いろんなスキー場でね順番にやるんだよね、うんうんうん、っていうのもあったし、うん、雪上大運動会も、ね、そうもあったし、うん、だからそれがほぼもう無料で参加できるから、うん、そうなんだよ無料で、うん、だからさなんかこっちに住んでると週末どうするみたいな感じになりがちだけど、うんうん、もうなんか盛りだくさんで、ね、盛りだくさんねだって選びたい放題だったからさそう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 、うん降ったら滑りに行けばよし、うん、雪がもしなかったらどっかしらのスキー場でやってるイベントに行って楽しむみたいなね。あと苗場のゲレンデタクシーもあったしね。そう苗場の、ね、ゲレンデタクシー乗れたりとかいやとにかくね週末飽きることがなかったよね、うん、何かしらがあったからものすごい充実してた遊びに関してでそうだったそうだっただから世間は結構不安なね、フェーズに入っていったんだけども、まあ、僕たちは結構そういう意味ではいろいろ楽しませてもらえたっていうのも湯沢に住んでた大きなメリットだよね。でそのさ毎週末イベントがある中で十日町雪まつりっていうね、うん、こう日本でも結構有名な十日町雪まつりね、それがさ暖冬小説でさ、もう全く雪がなくてそもそも雪像がほぼないっていう状況の中、うんうんうん、あの合わせてやっていた豪雪ジャムっていうね音楽のフェスがあったんだよね、うんうん、でそれもね本来有料のものだったんだけども、うん、雪もないってことで無料開放してくれたってこともあって、まあ、僕たちはそういうイベントにもね、うん、十日町ってちょっと湯沢から1時間ぐらい、うん、あの北に行ったところにある町なんですけどもそういうところでこうすごく面白いね面白いフェス参加できて ねアート作品もあればあとはフジロックに参加してるようなアーティストのライブもあって、うんうん、それから出演したアーティストさんたちがみんな面白くて、うんね、曲もいい音楽でさ、うん、あれを経験できたっていうのも湯沢に住んでたからさ簡単に行けたわけじゃんあれそうだ、ね、ほら週末雪降らねえからさね、十日町雪まつり行こうよみたいな本当、うんうん、軽いノリで行ったけども、うん、200% 楽しませてもらえたからねそうだね、うん、でね私が一番びっくりしたのは、うん、そのステージの前の方に、うん、おじいちゃんおばあちゃんが踊ってるんだそう最前列で踊ってんの、うん、なんかそれが他のフェスじゃ見たことない雰囲気で、うん、ほら、ね、もっと若い子がこう最前列に行くイメージだけど、うんうんうん、本当年齢関係なくみんながお酒片手に楽しんでるのが、うん、うわすっごいいいなと思って、うん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 、確かにその高齢者参加率が高いみたいな高いみんな楽しんでる意外な雰囲気だったよねそうそうでも本当にね老若男女問わず楽しめたっていう、うんうんうん、子供もねみんなねねこういうイベントにも参加できたから本当に充実して楽しんで過ごせた2月だったかなと思います、うん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 、2月の湯沢ライフでした最後まで見てくれてありがとうございましたぜひチャンネル登録お願いしますせーのアデュー